ブルーノ・ワルター、ブルーノ・ワルター、1876年9月15日から1962年2月17日はドイツ出身の指揮者、ピアニスト、作曲家。より正確なドイツ語読みはバルターであり、そのように表記される場合もある。また、本来の性はシュレジンガーであり、これは彼がブレスラウの歌劇場の指揮者になった時、 現地ユダヤ人にシュレジンガー性が多いのでバルターに改めたという。そのためバルター・シュレジンガーと表記されることも稀にある。20世紀を代表する偉大な指揮者の一人でモーツァルトやマーラーを得意とした。戦前や戦後間もなくの日本ではビルヘルムフルト・ベングラー、アルトゥーロ・トスカニーニとブルーノ・ワルターを三大巨匠と呼ぶことが多かった。 作曲家として二曲の公共曲、室内楽曲、歌曲などを残している。ドイツ系ユダヤ人の父親と東ヨーロッパから移住したユダヤ系の母親の愛の子としてベルリンに生まれる。母親はキリスト教に改修しており、ブルーの本人もキリスト教徒であった。本名はブルーのシュレジンガー。父親は検視紹介のボキ係、母親は ワルダー本人の言い方によれば、なかなかうまいピアニストだった。幼少期からピアノに親しみ、十三歳の時には、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のポピュラーコンサートに、ピアニストとして出演し、イグナーツモシレスのピアノ競争曲を演奏している。ベルリンのシュテル音楽院を卒業後、ピアニストとしてデビューしたが、ハンスフォン・ビューローの実演を目の当たりにして指揮者になることを決意し、 1894年にケルン市立歌劇場でデビューした。1896年にはハンブルク歌劇場へ移った。そこで当時音楽監督、1891年から1897年、すなわち上司であったグスタフ・マーラーに認められ、マーラーの部下、そして親友として交流を深めていった。ただし、ワルターはマーラーに指揮を指示したわけではないので、 マーラーの弟子という表現は適切ではない。その後、マーラーと共に、ウィーンへ転任し、ウィーンを音楽院、現ウィーン国立音楽大学で教鞭を取る。また、名前から、ユダヤ系を示す、シュレジンガーという姓を除き、ブルーのワルタ、バルターと名乗ったのもこの頃からである。1901年に、マーラーの昇平によって、ウィーン宮廷歌劇場の副指揮者となる。 イゴウィーン宮廷歌劇場、ウィーン国立歌劇場学長、ミュンヘン宮廷歌劇場、バイエルン国立歌劇場音楽監督、ベルリン私立歌劇場、ベルリンドイツオペラ音楽監督、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団楽長などを歴任。ヨーロッパの一流オーケストラやザルツブルク音楽祭さらにはアメリカオーケストラにもたびたび招かれる人気指揮者として活躍した。 ベルリンフィルでは、ブルーノ・ワルター・コンサートという演奏会を持っていた。しかし、1933年に、ナチス政権が成立すると、ユダヤ系であるワルターは、迫害を受けるようになる。政権発足直後に演奏旅行から帰国してきた、ワルターは、ナチ宣伝大臣ゲッペルスらによる嫌がらせや、殺人予告を受けるようになり、最終的には楽屋に銃弾を打ち込まれる事態にまで、発展した。 このため、ワルターが指揮をする演奏会は、中止に追い込まれ、彼はドイツを追われて、オーストリアのウィーンへ移住せざるを得なくなった。移住先のウィーンでは歓迎されて、ウィーン国立歌劇場や、ウィーンフィルで、フルトベングラーなどと人気を争うほどの活躍をしたが、1938年に、オーストリアがナチスドイツに併合されてしうと、命に危険を感じ、ウィーンを出て、 スイスのルガーノへ逃れた。この年創設されたルチェルーン音楽祭にトスカニーニラと共に招かれたりしているが、パスポートもない状態でモナコなどに市民権の取得を打診し部長に終わる。やがてフランスから手を差し伸べられ、フランス国籍を取得、フランスなどドイツとオーストリアの影響の及ばない地域を心に演奏活動を続けた。翌年もルチェルーン音楽祭に招かれるが、 中立費で離婚調停中だった次女のグレーテルが夫に射殺され、その夫も自殺するという悲劇。著名なバスカ州、エツヨピザとグレーテルとの不倫関係が原因というが、ワルターを襲う音楽祭はトスカニーニが、自らのスケジュールをキャンセルして、代役を務める。1939年9月に、第二次世界大戦が勃発して、欧州での戦火が激しくなると、ついにルガーノの家を出て、 アメリカへと逃れた。アメリカではカリフォルニア州ビバリーヒルズに今日構え、常任のポストにはつかずにニューヨークフィルハーモニックやメトロポリタン歌劇場などを指揮した。戦後はヨーロッパの楽団にも復帰し、1947年から1949年の間にニューヨークフィルハーモニックの音楽顧問を務めるなど欧米で 精力的に活躍を続けたが、1958年に心臓発作で倒れて、しばらく休養。その後も、ニューヨークフィルやウィーンフィルを指揮して、数回演奏会を行っている。1960年に、マーラーの生誕100周年記念祭のために、最後のウィーン訪問を行いウィーンフィルを指揮する曲目は、マーラーの公共曲第4番、シューベルトの未完成など、 同年暮れに、ロスアンジェルスフィルの演奏会で当時新進気鋭のバンクライバーンと共演し、曲目は、ブラームスのピアノ競争曲第1番、公共曲第1番、演奏会から引退した。その数年前、ステレオ録音技術が発達してきたため、CBS レコード、現在はソニークラシカルが、ワルターの演奏を、ステレオで収録するために、ロスアンジェルス付近の音楽家により、 コロンビア公共楽団を特別に結成し、この組み合わせで多くの録音が残された。1962年2月17日、心不全のためカリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅で死去。その波乱に満ちた生涯を閉じた。現在、遺体はスイスのルガーノに埋葬されている。裁判連にルドルフ・シュタイナーが設立した人知学関連団体である、 普遍アントロポゾフィ教会に入会した。ワルターは19世紀生まれの指揮者の中では珍しく、録音を多く残しており、録音期間も1920年代の SP レコードから1960年代のステレオ録音に至るまでの長期間にわたっている。そのレパートリーも得意としていたマーラーやモーツァルトのほか、ハイドン、ベートーベン、シューベルト、ブラームス、 ブルックナーなどのドイツ・オーストリア系音楽や、ベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキー、バーバーなど幅広い。録音には残されていないが、同時代の作曲家の作品も積極的に取り上げていた。よく、ワルターの演奏は、微笑に例えられ、夢のような幸福感に満ちた、美しい演奏。感情を荒々しく出すことのない重要な演奏をする、指揮者として知られている。 モーツァルトの公共曲や晩年のステレオスタジオ録音によるベートーベンの公共曲第6番、田園などの録音にその点が見られる。しかしその一方で、壮年期であるモノラル録音時代のライブ録音などには、ニューヨークフィルトのベートーベン公共曲第7番や、1937年にカール・ライネッケの家電茶を引き振りした、ウーンフィルトのモーツァルトピアノ競争曲第20番、 K466、ナチスドイツの脅威が迫り来る中で演奏された1938年のマーラー交響曲第9番のように何かに疲れたような熾烈な演奏をしていることも多い。ワルター自身、自伝で自分の中にはアポロ的な部分とディオニュソス的な部分が両立している、と述べている。ワルターの指揮は基本的にタクトを持った右手のみを使い、 必要以上に体を動かすことも、左手を使うこともあまりしていない。白をぼかさずにきちんと刻んで振っていることが多く、草書的と言われた、マーラーラ旧世代の式とは違うものである。また、文学的な解説や長い演説は、あまりせず、タクトを振りながら、歌って、ディミルエンド、エスプレッシーボ、といった指示を出すのみならず、楽器名を出して細かいアーティキュレーションを盛り込んでいる。 彼は自伝に自分は教育的指揮者だと残している。このことは、ワルターがトスカニーニのようにオーケストラに対して先生君主として振る舞う指揮者ではないことを示しており、ワルターの人柄をよく表している。例えば、ウィーンフィルでのリハーサルでは悲しい顔をし、なぜあなたたちは美しい音を出さないのですかもっと歌ってくださいと言い、団員たちは、 あんな悲しげな顔でリハーサルされたら、音を出さざるを得ないよ。トスカニーニなどの怒りんぼう指揮者以上に困った、指揮者だねと言ったという。代表的な録音は、下記の通り、ワルターは、グスタフ・マーラーの良き理解者であり、マーラーの死後に、公共曲第9番、大地の歌の初演を行うなど、その権威として知られていた。ワルターの死後、レナード・バーンスタイニア、 クラウス・テンシュテットなどによる名演奏が生まれ、ワルターのマーラー演奏の地位は相対的に低下したが、それでも前述の1938年録音の公共曲、第9番、ウィーンフィルトのライブ録音や1952年録音の第1の歌、ウィーンフィルトのスタジオ録音とライブ録音、ステレオ録音の公共曲第1番、コロンビア公共楽団、第2番、ニューヨークフィルなどは、 今でも名演奏として知られている。公共曲第1番の録音では、当時バーンスタインもこの曲の録音が予定されており、場合によっては同じ曲のレコードが同じ CBS から同じ時期に発売される可能性もあった。しかし、とりあえずバーンスタインにワルターバンを聴かせ、その感想で録音するかどうか決めようということになり、バーンスタインに ワルター版を聴かせたところ大絶賛したため、バーンスタインによる録音はお預けとなった。また、ワルターはモーツァルトを得意としており、楽屋でモーツァルトの例と交信していたという噂さえ、伝説として残っているほど、生涯最後の録音もモーツァルトのオペラ序曲集であった。晩年のコロンビア公共楽団とのステレオ録音では、公共曲第36番、第40番、 またニューヨークフィルトのモノラル録音では、第35番、第38番、第39番、第40番、第41番などが名演奏として知られている。また、戦前のウィーンフィルトの録音、アイネクライネナハトム・ジークなど、や、1952年のウィーンフィルトの公共曲第40番のライブ録音、ザルツブルク音楽祭での公共曲、第25番、 レクイエムのライブ録音などは今でも名演奏と称えられている。オペラではメトロポリタン歌劇場でのドン・ジョバンに魔キ等が知られている。20世紀後半にモーツァルトの権威とされたカール・ベイエムもバイエルン歌劇場音楽監督であったワルターが私を第四指揮者として招聘し、彼がモーツァルトの素晴らしさを教えてくれたからこモーツァルトに改眼できたと告白している。 マーラー・モーツァルト以外では、下記の録音などが今も高い評価を得ている。マーラーとの出会いを参照。ワルターとトスカニーには演奏スタイルには違いがあったが、信仰を持っていた。トスカニーには、ワルターの演奏を感傷的に過ぎるように感じていたようだが、ワルターが指揮した、モーツァルトの公共曲のレコードに関して自分よりも良いと述べている。 一方、ワルターはトスカニーニから音楽的に多大な影響を受け、自伝でもトスカニーニを称賛している。ワルターが娘グレーテル殺害の法を受けたのは、ルゼルン音楽祭の楽屋であったが、ショックで指揮ができなくなってしまったワルターに代わって、指揮台上がったのはトスカニーニだった。トスカニーニが90歳で没した際の追悼演奏会ではワルターが指揮台に上がり、 ベートーベンの公共曲第3番の名演奏を残している。ワルターとフルトベングラーは共にドイツを代表する大指揮者であったが、片やワルターはユダヤ人としてナチスに祖国を追われ、片やフルトベングラーはナチス政権下でドイツに泊まり、ナチスから感触を得て演奏活動を続けたことが二人の関係をギクシャクしたものにしてしまった。歌手ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウは、 自伝で、フルトベングラーはワルターが指するブラームスのドイツレクイエムを戦後の演奏会で聴いた際に、テンポなどに否定的な見解を述べていたと書いている。また、フルトベングラーがシカゴ交響楽団の指揮者就任を在米ユダヤ人に反対された際にはワルターはそれに加わらなかったが、その際に互いに交換された書簡ではワルターは、フルトベングーの戦時中の対応に対して、 厳しい意見を述べている。クレンペラーとワルターは共にユダヤ系ドイツ人でマーラーの訓等を受けた人物だが、その演奏スタイルは大きく違った。あるインタビューでは、クレンペラーが、ワルターはモラリストだが、私は違う、断じて。と述べた後に、モラリストでは芸術作品の深さを伝えるような演奏は、できないのだ、というニュアンスの発言をして、ワルターをひねくっている。ただし、 ワルターの書簡集を見ると、クレンペラーやその家族との間とも手紙が交わされていることが伺える。前述のように、バイエルン国立歌劇場時代に、ワルターが招聘し、その後も交友を続けていた。ワルターが戦後初めてウィーンに降り立った時の言葉は、私の友人ベーム君は今どうしているかだったと伝えられている。ベームは、ワルターのことを、繊細敏感な、 ユダヤ人で、どこか、マーラーを忍ばせるところがあったと語っている。ベームはワルターを慕っており、ことあるごとに、ワルターに指揮を依頼している。ウィーン国立歌劇場再開記念公演シリーズに、再してもワルターに、ドンジョバンニの指揮を依頼している。これ、実際にはワルターが恒例を理由に断ったため、ベーム自身が指揮し、ワルターは、ベートベンの第9を指揮している。さらに、 モーツァルトのみならず、シューベルトの演奏もワルターに教えてもらったと言っている。また、ワルターは、ベーム夫人を耳役に起用した。ワルターは、歌曲、室内楽、合唱曲などを作曲していたが、生前作曲家として知られることはなかった。現在までに、録音が発売された作品は、下記の通りである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。